スラムダンク。まあ、これは本当ド直球のど真ん中の映画でございます。えー、日本だけはアバター2を抑えて1位を取ったという日本人ならではの映画なんですけれども、え、これはもう作者が、原作者が、脚本、監督全部やりまして、なんていうのかな、こう漫画の絵を描くような感じでですね、オープニング始まるんですけど、え、そして、ま、スラムダンクといえば桜木花道が主人公だったと思います。それぐらい僕も知ってます。 えなんですけど、宮城竜太っていう一番地味なキャラクター、こちらが主人公として描かれていて、あの、僕もそんな細かいところまでは気づかなかったんだけど、あの、彼は、こう、なんていうの、バンドっていうんですかね。あれを2種類はめてるんですよね。それは原作の時からそうなんですけど、これがどういう意味を持つのかって、 一切原作では説明されてこなかったはずなんですよね。僕も知らないです、それは。覚えてないだけかもしれないと思ったんですけど、スラムダンクファンの人たちに聞いたら、あれは全然説明されてないんですと。で、そこまで、あ、原作設定してたんだと。これはめちゃくちゃこの2つつけてる、このバンドには意味があったんだっていうことがわかる映画の構成になっていて、 どんだけスラムダンクアナザーストーリー出てくるんだよみたいな。どんだけ設定考えてんだよみたいな。まだまだこれ、こう、ザ・ファーストじゃなくて、なんかセカンド、サード出てくるんじゃねえかっていうような感じの映画の構成になってて、めっちゃ面白かったです。なんていうのかな、こう。漫画の作者って、動画まで意識して描ける人と、そうじゃない人がいるんですね。まあ、有名なところで言うと、 絵コンテが書ける人っていうんですかね。だからそういう人たちって、その動画まで、だから鳥山明さんとかね。あの辺ぐらいになると、その動き出したところまで全部意識して最初の漫画を描いてるんですよね。だから、本当スラムダンクも僕はすごいなと思いました。あの、漫画を描いてる時点で動き出してこんな感じになってるのが、 こう、頭の中で描ける人ってなかなかいないです絵。絵コンテが描ける人ってなかなかいないんですよね。だからまあそうい、そのレベルの、まあこれからますます僕は楽しみだなっていうふうに思いました。